子供の頃はですね、人間は年を取ると老化すると、まあ、こういうふうに言われておりまして、いや、それ違うのって言われちゃいますけどね。その時ですね、私が思い返しますと、何事も耳慣れないことですね、新しいことを言う人は、やや人間は得意げになっちゃうんですよね。で、人間はね、加齢で老化するのは仕方ないんだよと。体力も頭も20歳がピークで、あとはダメになっていくだけなんだと。まあ、こういうふうに言ったもんですよね。後になってこれは、テロメアとかなんかいうですね、遺伝子のを原因として説明されることもありました。まあ、人間はそう言われるとがっくりきますよね。とにかく平均寿命は80歳ですから、まあ、80歳までなんとか頑張ろうと思ってるのに、人生というのは最初の20年だけが発展して、あとは衰退するばかりだって言うんですからね、まあ、元気も出なくなっちゃうわけです。まあ、特にその中でも脳細胞は20歳から年々脱落していって、再び回復することはないなんて言われてですね、これは実は間違ってたんです。この間違ってたのは次回に詳しく説明しますが、この間違った説明でどれくらいの人が年のせいだというふうに錯覚し、何も対策を打たずにやってですね、結果として犠牲になった。つまり例えば老化を早くしたという点では本当に学問も積み作りですね。学問を言う人はですね、それがある程度まあ確信があっても本当に真実かどうかわからないっていうことを言いながら言わなきゃいけないんですよね。まあこの場合もですね、最近の研究によってこのような従来から言われてた学説の多くが間違っていたことが分かってまいりました。体はあまり老化しないと、まあ、いうことが最近盛んに言われてきました。つまり簡単に言うと体はかなりの年齢まで老化しない。70歳ぐらいまでは少なくとも老化しない。と言われてくるようになりました。で、まあ、しかし、ちょっとこれとよく錯覚するのはですね、人間の筋肉とか、運動神経を極限まで使用する激しいスポーツは、やはり40歳ぐらいまでで衰えがきます。まあ、山本昌とかですね、特別な人を別にして、大体の人は40歳ぐらいで衰えがきますね。これをちょっと説明しておきますが、これは本当、これが原因で錯覚する人も多いんですけどね。人間が持つ最大のパワーっていうのを100としますとですね、普通の生活ではこの100のうち30ぐらいしか使ってないんですよね。これよく火事場のバカ力っていうようにですね、到底そんなものを持ち上げられないようなものを火事場の時だけ力が出るっていうことをよく言いますね。で、スポーツ選手っていうのはですね、遺伝的にもしくは訓練によってですね、瞬間的に80ぐらいは出すことができるようになるんですよね。で、特に瞬発的にですね、例えば野球選手だったらバッティングの瞬間とか、サッカーの選手だったら蹴る瞬間とかですね、そういう瞬間に筋肉のほと非常に多くを使うということができるようになるわけですね。しかし年を重ねますとですね、全体のパワーは60ぐらいになったとしますね。そうしますと、そういうその日本の一流のスポーツ選手はもともと80出せるように訓練しているのに60に落ちますから、そこで年齢の限界を感じて引退するということになりますね。これを見てですね、普通の生活をしている人が俺も年だからと思っちゃうんですよ。だけど普通の生活をしている人はもともと30ぐらいしか使ってないわけですからね、60になっても本当は何の変化もないんですよね。だからここが一つの問題なんです。もしかするとさらに、進めばですね、実は、フルパワーが100としたら70まで100かもしれないんですね。私はですね、筋肉を継続的に鍛えればほぼ一定の状態を保つことができるという論文を2、3読みましてね、なるほどなぁと思ったんですよ。それで私の知り合いの武道家にですね、こういうことですがどうお考えですか、体験からというとですね、彼はむしろ年とともに筋肉は向上していったって言うんですね。それはそのいろんな、まあ彼が、説明してくれた専門的な、まあ、筋肉なんですが、自分が鍛錬できる筋肉が若い頃は一部だったけども、だんだん年を取るに従ってですね、筋肉を、まあ、中の方までって言いますか、全体の筋肉まで、鍛えることができるようになったと説明されました。まあ、いずれにしても、筋肉はですね、年とともには変わらない、もしくは日常生活の筋肉は絶対に変わらないということが言えると思います。それから骨の医療の研究会に1年ぐらい前に出てですね、じっくり聞いておりましたら、なかなか面白いんです。これも骨は日々交換され新しいカルシウムの層を形成します。だから良質のカルシウムですね、良質のカルシウムというのはカルシウムの錠剤ではなくて、食物から摂取する、一番いいのは丸干しですね。
丸干しを食べることによって適切に骨に負荷を与えれば新しい骨を作りますので、新しい骨で維持することができるんです。折れやすいってこともありません。だから、これはですね、これも間違ってですね、私はどうせ年だから孫にこの丸干しをあげなきゃいけないって、まあ、孫にも十分に食べさせなきゃいけないんですが、孫よりかおじいさんの方がいるかもしれないですね。っていうのは、お孫さんが成長するにはですね、1年にちょっとしか成長しませんよ。1日にはほんのちょっとですよ。だけどおじいちゃんは毎日 200mg 尿からカルシウムが出るわけですから、それだけ補わなきゃいけないんですね。ですからむしろお孫さんよりかおじいちゃんの方が骨を、食べなきゃいけない可能性もあるんです。ちょっと何かの機会にもう少し精密に論文とかを読んで計算したいと思うんですが、まあ、いずれにしてもそういうことですね。それから内臓ももちろんそうで、お酒やタバコを飲みすぎたり、栄養のバランスを変えたりして、まあ、臓器を弱めたりですね、それから臓器の病気自体にならないように注意すれば、これも適切に材料を交換してきますから、老化を防ぐことができます。私これでちょっとね、疑問なのがコレステロールなんですね。コレステロールはどうも多い方が血管を若々しくできるんじゃないかと、ちょっと内心思ってるんですが、これは内心であって全然お勧めできません。もう少しきちっと調べたりデータが出てこないといけないと思います。ただ今のところまだですね、神経組織とかちょっと一部のですね、繊維組織などがあまり交換されないと言われているものもあります。ですからそういうものが寿命を決めるという説もあるんですが、これは更新されないのか、それとも更新する仕組みが発見されてないので、まあ、何か補うことができずに更新されないのか分かりません。このようなことをまとめますとですね、体っていうのは老化しないわけです。で、一番はですね、過度な負荷をかけ続けると代謝量が増えて寿命が短くなる傾向があります。これは一流スポーツ選手に限られますので、まあ、一般的ではないんですが、過度な負荷ですね、体に対するもうあまりの負荷っていうのはやっぱりちょっと良くないかな、過ぎたるは及ばざるがごとし、こういう感じですね。それから適度な負荷ですね、まあ、運動みたいなもんですが、いやストレッチとか、まあ、刺激、それから柔軟性などのケアをしますと、70歳ぐらいまで筋肉も骨も内臓もほとんど変化がなく過ぎるようですね。これは私の体験で言ってるんじゃなくて、いろんな論文を読みますとそういう感じがします。で、まあ非常に簡単に言いますと、体が老化する多くは高校の時より体を動かしてないというふうに言えるでしょうね。まあ、高校の時というか高校の時全然動かしてないと思いますが、まあ高校時代は結構運動する人が多いですね。あれを思い浮かべてください。まあ甲子園なんていうのはちょっと極端ですが、まあ割合と体が動かすのが好きな時期、そういった時期に比べれば、まあ、50とか60になると体を動かさないんですよね。まあ、30、40もそうですが。だから老化するんだということなんです。つまり、年だからといって疲れたとか、年だからといって動かない。また、昔は電車で席が空いてもですね、座らなかった時期もあるんですが、今では違う、年を取ると電車の席があるとすぐ座りたくなっちゃう。で、私は疲れてるからって言うけど、若い時も結構疲れてたんですよね。若い時も疲れてたけど、で頑張ってるうちに、なんとか、回復してくる。それで、疲れてるから夜もぐっすり寝る。ところが、年取ってくると、年だからって言ってあまり疲れない。疲れないから、寝る時にあまり疲れが残ってない。だから寝れないと。そういうのはですね、楽をするから老化する。ということになるんですね。私は、この3、4年ですね、いろんな方とお会いしてですね、この体の老化というのはどういうものかっていうのを随分勉強しました。もう私の考え自身が一掃されました。一新されました。で、確かに、その武道家のお話もそうですし、筋肉の専門家のお話、骨のお医者さん、これをじーっと聞いてますとね、まあ、随分今まで私が考えてたことは間違ってた。だんだん体が弱ってくるっていうのは、ただスポーツ選手のように、非常に筋肉を限界まで作る人に今限られてると。衰えが来ます。山本昌とかですね、特別な人を別にして、大体の人は40歳ぐらいで衰えが来ますね。これをちょっと説明しておきますが、これは本当これが原因で錯覚する人も多いんですけどね。人間が持つ最大のパワーっていうのを100としますとですね、普通の生活ではこの100のうち30ぐらいしか使ってないんですよね。これよく火事場のバカ力っていうようにですね、到底そんなものを持ち上げられないようなものを勝ち場の時だけ力が出るっていうことをよく言いますね。で、スポーツ選手っていうのはですね、遺伝的にもしくは訓練によってですね、
瞬間的に80ぐらいは出すことができるようになるんですよね。で、特に瞬発的にですね、例えば野球選手だったらバッティングの瞬間とか、サッカーの選手だったら蹴る瞬間とかですね、そういう瞬間に筋肉のほと非常に多くを使うということができるようになるわけですね。しかし年を重ねますとですね、全体のパワーは60ぐらいになったとしますね。そうしますと、そういうその日本の一流のスポーツ選手はもともと80出せるように訓練しているのに60に落ちますから、そこで年齢の限界を感じて引退するということになりますね。これを見てですね、普通の生活をしている人が俺も年だからと思っちゃうんですよ。だけど普通の生活をしている人はもともと30ぐらいしか使ってないわけですからね、60になっても本当は何の変化もないんですよね。だからここが一つの問題なんです。もしかするとさらに、進めばですね、実は、フルパワーが100としたら70まで100かもしれないんですね。私はですね、筋肉を継続的に鍛えればほぼ一定の状態を保つことができるという論文を2、3読みましてね、なるほどなぁと思ったんですよ。それで私の知り合いの武道家にですね、こういうことですがどうお考えですか、体験からというとですね、彼はむしろ年とともに筋肉は向上していったって言うんですね。それはそのいろんな、まあ彼が、説明してくれた専門的な、まあ、筋肉なんですが、自分が鍛錬できる筋肉は若い頃は一部だったけども、だんだん年を取るに従ってですね、筋肉を、まあ、中の方までって言いますか、全体の筋肉まで、鍛えることができるようになったと説明されました。まあ、いずれにしても、筋肉はですね、年とともには変わらない。もしくは、日常生活の筋肉は絶対に変わらない。ということが言えると思います。それから骨の医療の研究会に1年ぐらい前出てですね、じっくり聞いておりましたら、なかなか面白いんです、これも。骨は日々交換され、新しいカルシウムの層を形成します。だから、良質のカルシウムですね。良質のカルシウムというのは、カルシウムの錠剤ではなくて、食物から摂取する。一番いいのは丸干しですね。丸干しを食べることによって、適切に骨に負荷を与えれば、新しい骨を作りますので、新しい芯があっても、本当に真実かどうかわからないっていうことを言いながら言わなきゃいけないんですよね。まあこの場合もですね、最近の研究によってこのような従来から言われてた学説の多くが間違っていたことが分かってまいりました。体はあまり老化しないと、まあ、いうことが最近盛んに言われてきました。つまり簡単に言うと体はかなりの年齢まで老化しない。70歳ぐらいまでは少なくとも老化しないと言われてくるようになりました。で、まあしかしちょっとこれとよく錯覚するのはですね、人間の筋肉とか運動神経を極限まで使用する激しいスポーツは、やはり40歳ぐらいまでで衰えがきます。山本昌とかですね、特別な人を別にして大体の人は40歳ぐらいで衰えがきますね。これをちょっと説明しておきますが、これは本当これが原因で錯覚する人も多いんですけどね。人間が持つ最大のパワーっていうのを100としますとですね、普通の生活ではこの100のうち30ぐらいしか使ってないんですよね。これよく火事場のバカ力っていうようにですね、到底そんなものを持ち上げられないようなものを火事場の時だけ力が出るっていうことをよく言いますね。で、スポーツ選手っていうのはですね、遺伝的にもしくは訓練によってですね、瞬間的に80ぐらいは出すことができるようになるんですよね。で、特に瞬発的にですね、例えば野球選手だったらバッティングの瞬間とか、サッカーの選手だったら蹴る瞬間とかですね、そういう瞬間に筋肉のほと非常に多くを使うということができるようになるわけですね。しかし年を重ねますとですね、全体のパワーは60ぐらいになったとしますね。そうしますと、そういうその日本の一流のスポーツ選手はもともと80出せるように訓練しているのに60に落ちますから、そこで年齢の限界を感じて引退するということになりますね。これを見てですね、普通の生活をしている人が俺も年だからと思っちゃうんですよ。だけど普通の生活をしている人はもともと30ぐらいしか使ってないわけですからね、60になっても本当は何の変化もないんですよね。だからここが一つの問題なんです。もしかするとさらに、進めばですね、実はフルパワーが100としたら70まで100かもしれないんですね。私はですね、筋肉を継続的に鍛えればほぼ一定の状態を保つことができるという論文を
2、3読みましてね、なるほどなと思ったんですよ。それで私の知り合いの武道家にですね、こういうことですがどうお考えですか、体験からというとですね、彼はむしろ年とともに筋肉は向上していったって言うんですね。それはそのいろんな、まあ彼が、説明してくれた専門的な、まあ筋肉なんですが、自分が鍛錬できる筋肉が若い頃は一部だったけども、だんだん年を取るに従ってですね、筋肉を説明でどれくらいの人が年のせいだというふうに錯覚し、何も対策を打たずにやってですね、結果として犠牲になった、つまり例えば老化を早くしたという点では本当に学問も積み作りですね。学問を言う人はですね、それがある程度、まあ、あの確信があっても、本当に真実かどうかわからないっていうことを言いながら言わなきゃいけないんですよね。まあこの場合もですね、最近の研究によってこのような従来から言われてた学説の多くが間違っていたことが分かってまいりました。体はあまり老化しないと、まあ、いうことが最近盛んに言われてきました。つまり簡単に言うと、体はかなりの年齢まで老化しない、70歳ぐらいまでは少なくとも老化しないと言われてくるようになりました。で、まあ、しかしちょっとこれとよく錯覚するのはですね、人間の筋肉とか運動神経を極限まで使用する激しいスポーツは、やはり40歳ぐらいまでで衰えがきます。山本昌とかですね、特別な人を別にして大体の人は40歳ぐらいで衰えがきますね。これをちょっと説明しておきますが、これは本当これが原因で錯覚する人も多いんですけどね。人間が持つ最大のパワーっていうのを100としますとですね、普通の生活ではこの100のうち30ぐらいしか使ってないんですよね。これよく火事場のバカ力っていうようにですね、到底そんなものを持ち上げられないようなものを火事場の時だけ力が出るっていうことをよく言いますね。で、スポーツ選手っていうのはですね、遺伝的にもしくは訓練によってですね、瞬間的に80ぐらいは出すことができるようになるんですよね。で、特に瞬発的にですね、例えば野球選手だったらバッティングの瞬間とか、サッカーの選手だったら蹴る瞬間とかですね、そういう瞬間に筋肉のほと非常に多くを使うということができるようになるわけですね。しかし年を重ねますとですね、全体のパワーは60ぐらいになったとしますね。そうしますと、そういうその日本の一流のスポーツ選手はもともと80出せるように訓練しているのに60に落ちますから、そこで年齢の限界を感じて引退するということになりますね。これを見てですね、普通の生活をしている人が俺も年だからと思っちゃうんですよ。だけど普通の生活をしている人はもともと30ぐらいしか使ってないわけですからね、60になっても本当は何の変化もないんですよね。だからここが一つの問題なんです。もしかするとさらに、進めばですね、実は、フルパワーが100としたら70まで100かもしれないんですね。私はですね、筋肉を継続的に鍛えればほぼ一定の状態を保つことができるという論文を2、3読みましてね、なるほどなと思ったんですよ。それで私の知り合いの武道家にですね、こういうことですがどうお考えですか？